目玉あわきです。今日はですね、本厚木の方にやってきてるんですけど、視聴者さんからのリクエストでこちらに激うまな豚骨醤油のラーメン屋さんがオープンしたということで、醤油の小川屋にやってきました。ドカンと濃厚豚骨というね、外壁に印鑑が押されてるんですけど、こちらの醤油の小川屋さんは濃厚豚骨を主体に醤油と味噌の2種類があるということで、ちょっとね、最近ラーメンのレポね、僕全然なかったんで、もう今日はね、すごい楽しみにしてきたんですけども、でこちらのお店オープンしたのが2018年の2月ということで、まあ、約半年ぐらいのね、まだ出来たてほやほやなお店なんですけど、結構ね、人気ということですので、で目の前がね、246が走ってて、246沿いのお店になるんですけども、今日は本厚木にあります醤油の小川屋でラーメン食べていきたいと思います。行ってきます。チャーシューがバラと肩ロースでこう選べるみたいで、これはね、なかなか他のラーメン屋にはないですよね。いや、刻みニンニクがね、ありますね。ちょっと食べたいな、ニンニク。今日は仕事仲間と2人で来てるんですけど、僕はね、店名に醤油とありますから、醤油の方でいただきたいと思います。で、彼は味噌の方を食べるということなんで、まあ、醤油と味噌でっていう、毎回恒例の。毎日暑いからね、水がうまい。であとなんか麺はね、太麺みたいですね。太麺で食べる濃厚豚骨醤油、たまらないですね。はい、そしたらやってきました。濃厚豚骨の醤油ですね、味玉入りでございます。でトッピングでほうれん草と焼き餃子です。結構豚骨のね、うまそうな香り漂ってますね。で、一緒に来てる仕事仲間も味噌なんで、うわ、これ味噌もうまそうだな。ここも入ってますね。せっかくですからね、ミニ炙りチャーシュー飯も頼んじゃいました。これもちょっとデカリ具合がやばいです。まずスープからいただきます。家系好きの方はたまらないです。ただ家系とはちょっと違いますね。濃厚豚骨って感じで、豚骨ガツンとくるんですけど、醤油のコクとかね、旨味がね、結構後から追っかけてくるというか、麺はちょっと短めですね。女性も食べやすいと思いますね。太麺のストレートなんですけど、小麦の香りとね、あとコシもあって、これホロホロですよ。すごいな。うまっ。ほうれん草もしっかりこの濃厚豚骨醤油に浸して、うまい。で、海苔に関してはすいません、ニンニクちょっとだけ入れちゃいたいと思います。
海苔とニンニクはね、もう最高ですからね。うん、ニンニクがね、すりおろしというよりかは細切れになっているか刻んであるっていう、ニンニクとほうれん草。うん、これはうまい。肩ロースもこれですよ、すごいな。肉並みにほろほろですね。醤油のわわわ、チャーシューすごい飛び抜けてますね。うん、なんだろうこれ、チャーシュー持って帰りながらなりましたね。家に持って帰ってチャーシューとかビールとか、うん、やっぱ餃子もありますんで、ちょっとまず何もつけずに、肉汁が出てきますよ、口の中に。皮がもちもちしてて、豚肉の甘みというか、そういうの感じますね。餃子はあのお酢を入れまして、で今日はね、ちょっと餃子に胡椒を振りかけようかな。で、ちょっと酢をつけまして、酢胡椒でいただきます。卵、黄身の色すごいな、完全にこう染み込んでますよ。うわ、すごいうまい。黄身濃厚、白身もちゃんと味付いてるしね、相当これ煮込んでるな。炙ってるから香ばしい香りと食感もちょっと感じますね。うん、ちょっとニンニクを入れた方が、やっぱニンニクだな。うん、うまい。だって全部梅干しあるさ、危険だな。あ、うまいな。ご飯もうまい。うん、ちょっとね、ラーメンだれをかけまして、ここにあのニンニクを少し入れてみましょう。これはもううまくないわけがないですね。あ、うまっ、めっちゃうまっ。うん、ちょっと禁断のスープ、ということで、醤油の小川屋で濃厚豚骨醤油と餃子、あとチャーシュー丼ですね、いただいてきましたけれども、とにかくね、チャーシュー激うまでしたね。でスープも美味しかったし、麺も美味しいしね、こうトータル的にあの完成された濃厚豚骨醤油ラーメンだったなと。先ほど店員さんに聞きましたら、相模原市の米軍基地の近くに小川屋の売り場があるみたいで、そこでチャーシューとか煮玉とかね、売ってるそうです。ご自宅でもこのラーメンのね、味が味わえるということで、まあ、通販とかはね、やってないみたいなんですけど、でお店の場所がここ246沿いなんですけども、都内から平塚の方に進んでいく道にありますんで、駅でいうと本厚木駅が近くにありますね。ぜひ美味しい濃厚豚骨醤油、味噌もねありますんで、食べに来てみてはいかがでしょうか。それでは。